昔は人間と AI は一緒に住んでいます。日常生活の中で AI は人間をたくさん助けました。例えば情報を検索する、お世話と面倒を見てくれました。でも無責任な人は自分の利益のために AI を使いました。人間は危機に対する AI の征服に耐えられませんでした。AI を破壊する。なぜここに来たんだ。私たちのものを返して。そう、私たちの仕事は全部 AI に奪われてしまった。そうですよ。私たちの収入源もいなくなっちゃった。そうです。そういうならば私たち AI と人間の戦いをします。をあながったらあなた仕事をするでしょう。我々 AI を勝ちだったら人間を処辱する。それは公正ではない。私たちは反対します。心配しないで、人間は絶対勝つ。僕はそういう信じます。だって人間は AI より強いですからよ。だからお願い、僕のことに信じてくれ。はい、行くぞ。試合の前に人間は一生懸命練習する。AI の作成者も AI を強くなるためにバディパッドと人間に関するラタもアップグレードした。おはようございます。いよいよその時間です。試合を始める。価値 AI 1ポイントです。2個目はスピードテスト。
の価値2ポイントです。やばいわこれ。次はインテリジェンス総試験です。愛の価値 AI 3ポイントです。本当に希望がない。本番目試合は力に関する試合です。我々の人間は勝つ力かな。AI 4ポイントです。やだ、私は AI の手で失われたくない。最後の試合は速さと効率を戦います。この試合は人間と AI の運命の起点要因になりました。大丈夫か？ AI！ おい！起きろ！おい！誰か！パオベルを返して！起きろ！ AI！ はい！早く！起きろ！お前、大丈夫か？おい！大丈夫ですか？行けよ。人間、人間、人間、人間。最後の試合はキャンセルされた。ゲロによって AI の勝ちです。ちょっと待って、私は理解していない。なぜ人間は AI を助けてのですか？だって人間の勝ちたいです。これは AI にない感性です。 AI は人間の救ってと思う。だって私たちの生活を楽にするため AI の存在が必要ですよ。何ができるよ AI がやる。でもお互いに協力をしなければ。はい、わからしました。私たちはお互いが必要ですよね。じゃあこれからもよろしくお願いします。